メタルギアソリッド3、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、ここに C4 を設置、C4 じゃねえや、C3 か。設置するんだけど、この学校だとね、結構目立つんで、マップで、今が本島なんで、どこ行くんだっけな。東島だった気がするんだけど、東島に服があるんだよ。作業員の服がね。それを一回取りに行こう。こっちだった気はするんだけど、どうだったかな。よし、行こう。東島のね、確かどこだったっけな、ここか。よし、どこだっけな。これじゃないか。とりあえず全部開けてって、まあ、物品もあるからね。他のどこだったかな。よいしょ。まあ普通ロッカー鍵かけるよね。会社の人しか来ないからっつって鍵かけない人も多いけどね。でもなんかなくなった時に自分以外を疑うのが嫌だから鍵かけるんだよね。大体の人そうだとは思うんだけど、違うのかな。これか、ユニフォーム。これだっけ。どれだっけ。こっちじゃない気はするんだけどな。あれ？ユニフォームだよね。SE。これか。あ、これじゃない。これバトルスーツみたいなやつだよね。どこだっけな。これ意外とね、操作性が開けるときの操作性というか、近くに行くと張り付いちゃうからね、ちょっとやりづらいよね。よし、これか、これだこれだ。カムフラージュ、ユニフォーム、多分さっきのとこの下ぐらいかな。これかで、っていうか眼帯つけてるさ、メンテナンスクルーがいたらさ、バレるよな。よし。で、これとこれがあれば十分だな。OK。で、どうしよう。あと、バックパックから、あれ出しとくか。スタングレネード。スタングレネードは、これか。この後に使うんで、ちょっと出しとこう。結構強力な兵器だからね。よし。これで、メンテナンスクルー以外には、バレなくなるんで、メンテナンスクルーは普通に、バンバン眠らしていって、ああいうやつらね。本物にはさすがにね、バレちゃうんで。こうやってやっといて、どれだっけ。これがシャゴホットのメインとか。ヤッホー。よし、これか。やば、バレる。危ない危ない。で、C4 を、よし、C4 じゃない、 C3 か。 C3 爆薬。よし、こういう感じでどんどんやっていけばいいんだよね。何？スネーク。はい。エヴァか。
私の方は鉄橋への爆弾セットが終わった。半分終わったよ。ここを落とせば敵は追ってこれない。少なくとも時間稼ぎはできるはずよ。脱出ルートも確保した。そっちは今二つ目が終わったところだ。あともう少しかかる。そう、じゃあ鉄橋で待ってるわ。了解。置き方間違えてんのかと思った。よしよし。めっちゃピッピ言ってるけどな、大丈夫なのかそれ。こんにちは。よし。で、C3 爆薬を。セット。こんな普通にさ、なんか、あ、ここ置いてきますね、みたいな感じで置いといても大丈夫なのかな。真横にあるから大丈夫なのか。なんかあったな。よし。フルでした。どうもどうも。こんにちは。あれ？ここじゃない？無駄無駄足だよ。どこだ？あと最後の一個。あれ？こっちか？違うよね。あれ？マップに表示されてないかな？C3 置いたとこだよね、これね。あれっていうか、こいつらここに寝かしといたら吹き飛ぶよね大丈夫なのか、これ。あ、こっちかな。こっちっぽい、こっちっぽい。よし、これだ。よし、最後の一個終わり。これで時間をセット。今度は逃がさない。危ねえよ。さっき捕まえられなかったもんね。少佐、C3 のセットを完了した。今から脱出する。スネーク、急げ。脱出ルートはエヴァ任せか。そうだ、うん。大丈夫か。彼女なら大丈夫だろう。そうか。とにかく脱出を急いでくれ。了解。スネーク！バレちゃった？存在がチートだもんな。どうして戻ってきた？やっぱ1枚も2枚も上手だよな。タイムリミットか。いや、このまま行こう。この女、地下金庫をうろついている。捕らえてみると面白いものを隠し持っていた。賢者の遺産だ。
このマイクロフィルムに遺産のすべてが収められる。時間がねえんだって。このフィルムがまさに賢者の遺産そのものなの。ソロがめっちゃ楽しそうなんだよな。匂いだ。匂いでわかる。いや、香水ではない。ガソリンの匂いだ。バイク用のな。女にガソリンの匂いが染みついてる。この女がスパイだったとは。連絡用無線機も見つけた。なかなかいい女だった。殺すには惜しい。何でもいいことを聞いたな。私の言いなりだった。うわっ、そうだな。なんだ、言いたいことでもあるのか。色仕掛けとは KGB の連中のやりそうなことだ。賢者の遺産とは何だ。よかろう。普通に教えてくれんのどうなんだと思うけどな。殺す前に教えてやる。先の大戦、米中その真の権力者たちの間に秘密協定があった。枢軸国に勝利し、その後の世界を動かすための協定だ。三国は大戦の勝利を決定づけるため、互いの資産を出し合って、表に出せない様々な裏工作や研究を共同で進めた。原子爆弾、ロケット技術、コブラ部隊、そしてそれらを可能にする莫大な資金。あの大戦をあと5回は繰り返せるほどのな。それが賢者の遺産だ。大戦にケリをつけた後、三国は賢者の遺産を分け合うことになっていた。終戦と同時に米ソがドイツの有能な科学者を抱え込んだのもその一環だ。だが我々ソ連は間抜けな他の2国を出し抜いた。莫大な資金、最先端の研究、圧倒的な力、それらは我々にこそふさわしい。私の親父は賢者の遺産管理者の一人だ。終戦の混乱をつき、さまざまな手段を講じて、親父はソ連が遺産を独占できるよう図った。莫大な資金をスイス、オーストリア、香港など世界各地の銀行を通じて分散し、ロンダリングした。その金の流れを記したのがこのマイクロフィルムだ。親父の死後、私はその秘密を知り、マイクロフィルムを手に入れた。それらの資金を使ってブレジネフたちと手を組み、このグロズニー・グラードとグラーニン設計局を建設した。しかし無能なグラーニンは結果を出せず、フルシチョフの飼い犬、有能なんだけどな、ソコロフの技術、シャゴホッドが必要になった。グルーに属する私が直接ソコロフの設計局を襲っては後が面倒だ。そこで未だ残る秘密協定のスパイリングを通じて、ザ・ボスに連絡を取り、
亡命を進めた。ザ・ボスも私の意思に同調してくれた。世界はもともと一つだったのだ。だが賢者たちの対立により世界は二つに分かされた。我々は遺産を使い引き裂かれた世界を一つにする。そのためには力が必要だ。世界をまとめるに足る絶対的な切り札が、それがシャゴホッド、そしてコブラ部隊だった。仲良し6人組みたいな写真だったね。でも尖った部隊だよな本当に。コブラ部隊は失ったが、私にはまだシャゴホッドと遺産がある。アメリカごときに我々は止められん。ボス、これを安全なところへ。頼むぞ。あの笑顔いいね。こいつがのこのこと戻ってきたということは何かある。C3 が盗まれた。何らかのサボタージュを企んでいるはず。細工がないかどうか調べてくる。この女は私が始末する。私に任せなさい。こそって言うにしてもさ、もうちょっとあるだろうとは思うけどな。ボルギーに近すぎでしょう。大佐、戦士らしく戦いなさい。もちろんだ。私にやらせてください。この時を待っていた。待ちわびていた。これどれぐらい練習したんだろうね。おっと、柔道も分解もごめんだ。見せたかっただけかな。待て。はい。はいって。はいじゃねえ。あれ、やっぱあれか、絶縁用のゴム手袋ってことか。こいつは私の相手だ。お前はそこで見てろ。絶縁用のゴム袋。さあ、ゴム手袋。私に。内側からでも大丈夫か。そうだよな、外側からできるんだったから。だったらって。だったら内側からでもできるよな。そうだよね。何？まだやんの？ジュラシックワールドで見たな、その格好。そういうこともできんな。お？もう半分ぐらいになってんじゃん、時間。出せたな。お前が言うんじゃない。では始めるとしようか。そうね、あと7分しかないから急いでくれ。そういう仕組みだったのか。せっかくの決闘は思考を凝らす。
周りについている弾薬とか暴発しないのか。して叱るべきだろう。さあ、これで二人きりだ。存分に楽しませてもらうぞ。時間がないんだって。怖いな。プロポーズやろうかな、会社で。会社でやってどうすんだよな。よし。何、どうした？弟子よ、ザ・ボスの弟子。よし、じゃあさっきの手に入れたスニーキングスーツを使うか。スニーキングスーツ、これだね。これが確かね、ダメージを軽減できるっていう効果があったと思うんで、これ使っていこう。でだ、武器はスタングレネードがめっちゃ効くんだよね。あれ効かない。あれ？避けられるか。あ、そうか。あ、そうだ。これ銃持ってると分かってる。で、前からだと効かないんだ。そうだそうだ。くっそ、忘れた。よっしゃい。これ効くんだよね。なに？やばい。やばい。痛い。ちょっと待って、分かってる。ちょっとフード食べさせてくれ。ほとんど腐ってる。まず。よし。危ない。よし。さて、スタンドレネード効かなかったっけな。やばい、ちょっと待って。やばい、危ない。っつってんだ。よし、行くぞ。ん？何？なんだっけこれ。なんだっけこれ。どういう攻撃だっけこれ。危ない。オセロット、どっちの味方だ。よし。やばい。めっちゃ走ってきてる。怖え。痛い。あ、これ下がるのダメなんだっけ。ちょっと待って、重傷になった。キュア、重装だからこれでしょ。これ。オッケー。こっちもか。もう固定具使っちゃった。いらないやつだ。よし、オッケー。やがれよ。あ、弾くか。よし、ここだ。押せろ。やばい。あれ？スタンガンが効かなかったっけ？よいしょ。
やばいやばいやばい、やれ、やばい、対連してる対連してる対連してる、対連してる時何も聞かなかったよね確かな。やばい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 、やばいやばい、危ない危ない、くそー、ピカチュウめ、ここだ、これ帯電する、あ、ちょっと待って、時間がない時間がない時間がない、時間が全然ないんだが、やばい、やばい、あー15、危ない危ない危ない、どうやって撃ってんだろうな、バック、どういう技術なんだよ、痛い、ダメか、ショック、よし、いいぞ、やばいな、やれ、待って待って待って、時間がない時間がない時間がない、やばい、やれ、あれなんでこんな効かないんだろう、効いたと思うんだけど、あれ何も聞かねえ、え、こんな聞かなかったっけ、あれ、あれこれは聞くんだよね、やばい、時間時間がない時間がない、終わったなこれ、おかしいな、スタングレネード使えたはずなんだけどな、っていうかスタングレネードだけで倒せるぐらい弱かったはずなんだよね、ウォルギン、あれなんか俺が思ってるのとだいぶ違うな、避けられる、あ、くそ、痛い、笑ってる、危ない、避けて後ろに回り込んでっていうのが基本戦法だったはずではあるんだけど、どうぞ、これでいくか、よし、行くぞ、ちょ、何やってんの、怖えな、普通に、どうやったらそういう攻撃ができるようになるんだろうな、何食ったらいいんだ、やばい、危ない、何食べたらいけるんだろうな、あんな感じで、なりたいかどうかって言われると微妙だけどな、回転しないで、その調子だ、よしよしよし、あくそ、やばいやばい、出て出て、ちょっと待って待って、おお、スマブラみたいだった、立ちます立ちます、立ちます、すいませんすいません、骨折マジで骨折することある、これ何重装か、こうで違うな、またいらないやつ使ったな、よし、
で出てほら、よし、ちょっとこういうのも使っていくか。いいわ。ダメか、危ない。やれ。くそ、ダメか。どっちの味方だ。どっちってこっちに決まってんだろう。あ、くそ、ダメか。やれ。よし、いいね。背中抜けるもんな。よし。あ、終わった？や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 ってない？半分だっけこれ。こいつを撃て。あ、やべ、顔戻すの忘れてた。聞こえないのか、撃て。大佐、それはできません。できないだと。ザ・ボスと約束しました。邪魔ねえ、私が貴様の上官だ。立てつく気か。やっぱいいキャラしてるよな、オセロット。男らしく戦いなさい。戦いなさい。緊急事態、爆弾が発見された。 EOD 要員以外は総員退避せよ。オセロット、爆弾の捜索に行け。繰り返し、爆弾が発見された。捜索っつってな、見つかってはいるんだもんな。行け。眼帯してるときに、眼帯してるときにさ、このマスクかぶると眼帯してる方は目つぶるんだな。初めて知ったわ。そう、蛇よ。おい、行きましょうか。よし。ちょっと疲れてるからな。とりあえずフードだけ。まずまず、ちょっとこっちのオネーションも食べとくか。まずい、まずい。で、フェイスペイント戻しとくか。オッケー、これでいこう。たまめー、危ない。これで避けれたはず。時間ないんだって、早くしてくんない。やばい、やばいやばいやばい。よし、ほい。どうやってんだあれ。マトリックスみたいになってんぞお前。危ない危ない、やばいやばいやばい。あ、そすごいよな、銃弾防げるって。よし、慣れてきた慣れてきた慣れてきたけど慣れてきたけど慣れてきたけど、ダメだ。ちょ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 、
これが一番弱点だな。あと1分しかない、あと1分しかない、あと1分しかないのよ。やばいやばいやばい、いった、やばいやばい、やばい、やばい、危ない危ない、60しかないんだって今。くそ、くそ、当たんねえし。スタン使えるかな。やばいやばい、無駄なことしない方がいいか。やばいやばい、時間がない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 、やばい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 、早く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 、よし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 、倒した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 、やったやった、あぶな危なかったよ、弾が欲しいよ。あーぶねえギリギリだった。サンダーボルト、俺も行っていい、大丈夫？やだー！爆発する！諦めるな！早く退避するんだ！急げ！死ぬぞ！オセロ君、めっちゃ余裕あるな。後で話すわ。湖の脱出機に急がないと。まだだ。俺の最大の任務が残ってる。ザ・ボス、その湖にいる。彼女はそこにいる。あなたを待っている。俺を待っている。本当は黙っていようと思った。あの人とは戦ってほしくない。でもあなたたち二人が特別な関係なのは分かった。男女を超えたもっと深い私には分からない関係。羨ましい。嫉妬した？ いえ、やっぱり私には理解できない。私は伝言を頼まれた。
んなに澄んだ目の人を見たことがない。行きましょう。ほんとしぶといんだから。さ、体重移動パッてできんのすごいよな。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。